はい、ご飯食べる人。はーい。はい、ご飯どこにあるの？ちょっとついて行ってみようか。どこにある？昔どこにあったの？昔こっから出してってやっとったやん。昔早く出せって。覚えてる？ちょっとこっち行ってみよう。昔実はね、入ってたんですよ。丸くてすっげー近い入ってた場所があるよね。どこにあったっけ？はい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 。おお、カメラへのアピールがすごい。はい、どこにあったっけ？どこにあったっけ？丸くんは上見てます。ご飯どこだっけ？ご飯どこだっけ？場所わかる？ご飯どこだっけ？マロウくんがカウンター、このカウンターキッチンの目の前に座っております。そう、そこです。マロウくん正解。ちゃちゃ、ご飯どこだっけ？ご飯俺から出てくると思っとる。はい、そうなんです。ここにあったんです。で、今もちょっとあるな。今もちょっとお菓子をね、置いてんのね。すぐ出せるようにここにあります。よいしょ。マロク覚えていたね。マロク覚えていたね。うちのニャンズは記憶がいいのでしょうか。記憶をたどれ、記憶をたどれ。おいしいかい？マロクおいしいかい？右手の左から3番目の肉球が、うん、艶や張りがあると賢いらしい、うん、記憶力がいいんだって。これが艶張りなの？これがどうなのか分からんけど、艶や張りがあると賢くご飯をくれる人の顔を覚えるなど、猫として生きてくるための記憶力がいいらしい。賢くないっていうさ、結果が出たらどうするの？向こうから否定するやろ。俺が、うん、そんなことない。ちゃちゃはしょうがないんじゃない？そういう客マロンくんは、マロンくん、じゃあマロンくんの方から見てさ、ヒロン、うん、この診断が正しいのかどうか調べてみようよ。それちゃちゃでも同じこと言えることない？なんで？ちゃちゃは別に分かんないじゃん、ちゃちゃがどっちなのか、うん、マロンくんはもう分かるやん。マロンくんは賢いよ。こうやって手でドア開けるぐらいだからさ。だからマロン君の利き手の肉球の左から3番目がツヤがあったりツルツルしてたら、マロン君その診断は正しい。誰が決めたんやろな。そんな分からんよ。もういや分からないけど、多分統計みたいなもんじゃない。右マロン右で、太いんよマロンの腕。ジャンプ力や、それが。ちょ、太いんよ。ジャンプ力の秘訣やな。見たい。13番目。ここ張りあるわ。見せ。これ。ちょっとし、ちょっと乾燥しとる。どこ？ツヤはそんなにないな。張りはある。他の肉球と比べてみてよ。他の肉球もそう大して変わんないんじゃない？張りはね、すごい。張りあると人間界ではあれだよな、良くなるな。手に張りがあると？いや、むくみあると治したいって言うじゃん。あー、でもむくみとは違うんじゃないか。マロン賢いんじゃない？マロンは賢いよ。見せてよ。パッパカパパッパカパ。記憶力があるってことだよ。チャチャの方が柔らかいかもね、肉球は。チャチャ行ってみようじゃん。でも張りはあるな。おひら盛るね。こっちのチャチャなんだよね。触ってみるね。
調査中。あわのせたちゃちゃが、どうですか、全体触ってるよそれ。針ですね。本当かい。本当になんかここなんだけど、他のとこはそんな針ないの、じゃあそこに比べて。いや、そんなことないよ。だってでも真ん中の一番でかいとこは柔らかい。確かにチャチャよりマロンの方が張りはありますね。おう、うん、あとやっぱり甘えん坊だよねマロンくんって、はい、だから飼い主を覚えとるっていう面ではマロンの方が覚えとるんかもしれんよ。あー、なんかなんとなくその考え方はわかる、うん、あと瞬間記憶能力も高いって言ってたね。マロン、そっちが。マロン、どこ行く？どこ行くの？あ、アイドルが教えてくれたの。ありがとう。また記憶力高い。